ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。というわけで今週のセール、注目商品トップ10やっていきたいと思います。今週はハレリア水戸店オープン記念セールということで、3月9日水曜日17時まで期間限定のセールとなっておりますということでね、早速見ていきたいと思いますが、今週はですね、ちょっと1日ちょっとね収録が遅れてしまって、昨日はねちょっと喉が痛くて全然収録できる環境じゃなかったんですけど、今日はちょっとね、喉が治ってきたんで、1日遅れですがセールやっていきたいと思います。今日の夜にはですね、ニューカペナの街角のですね新カードがね情報が出ていたりとかね、この前ね神川が出たばっかりなのにもうね新情報が出るということでね、さらにねマジックねどんどん盛り上がっていくのかなという感じですけれども、早速ねセール、注目商品トップ10やっていきたいと思います。はい、というわけでまず第10位です。第10位は統率者レジェンズから日本語版マナの吸収です。ニアミント、販売価格は4980円ということで、高層ビルの次に強いかそれ以上に強いかなって言われている、カウンター呪文ですね。マナ吸収、まあレガシーでもね禁止カードになってますし、まあ、効果としては青々のダブルシンボルでインスタントで呪文一つを対象としてそれを打ち消すと、で自分のね次のメインフェーズ開始にそのね打ち消した呪文のねマナコスト等しい分だけの無色マナを加えるということでね、あいつのねゴマの呪文を打ち消したら次のターンゴマのね、まあ、戻ってくるじゃないか、キャッシュボックスっていうのかな、なんていうかボーナスがついてくるっていうねとんでもないカードで、まあ、いわゆる対抗呪文の上位互換として、有名なカードですね。こちらまあレガシーでは禁止なんですが、統率者戦では使えるということでね、かなりね人気のカードになっていますけれども、まあ、フォースビルは、青の、ね、カードを手札から追放してしまったりとか、あと状況によっては弱い場面もあるんですけど、マナ吸収はね、不利な時にカウンターすることで、次のね、その得たマナを使って大逆転ができるみたいな、そういったね、効果を持ち合わせているのがいいところかなと思います。まあ、どんなに不利でもね、マナがあれば勝てるっていう状況で、このマナ吸収が輝くというか、あとはね、2ターン目にね、相手のマナコスクから出てきた適当なカードを、ね、打ち消すとね、まあ、その次のターンの展開もどんどんできるようになって有利になるんで、まあ、逆転ももちろんできるし、まあ、序盤に打てば、もう序盤から、ね、かなりの有利が取れるっていうね、すごいカードになってます。まあ、青っていう、ね、ダブルシンボルなんで、結構ね、まあ、3色4色のデッキになってくると、序盤に打つのは結構難しいカードではあるんですけれども、まあ、なんか強さはその値段に見合った強さはあるのかなといった感じです。というわけで、第10位はマナ吸収でした。続いて第9位です。第9位はミステリーブースターから英語版花の絨毯ですね。こちらニアミント1780円の販売価格となっています。こちらはいわゆる青対策カードになりますね。緑1枚のエンチャントで、各メインフェーズの開始にこの能力使ってなかったら対戦1人対象として、でその人が持っている島の数だけ好きな色を生み出すことができるっていうねエンチャントになります。これね、まあ、レガシーでよく使われるカードなんですけど、特にねデルバーに対してかなりいいカードですね。デルバーっていうデッキは、まあ、フォースウィルとかね確定カウンターを持ってるんですけど、呪文貫きとか、あとは目くらましみたいな、あと1枚の要求するとか、あと2枚の要求するみたいなカウンター結構多くてですね、それらをねすり抜けることができるのがこの花の絨毯というカードですね。まあ、基本的にデルバーデッキっていうのは一番アニマの軽いカードが中心となっていて、でそれらで攻めつつ相手のね土地基盤を、まあ、不毛大地ではめたりとか、そういったことでね相手のマナトラブルを引き起こさせるっていうところも強さの一つなんですが、この花絨毯があればその戦略の潰すことができるということでね、相手のねかなりのカードをね、腐らせることができます。さらに自分もねどんどん展開するスピードが速くなるんで、デルバーのスピードにね遅いデッキが間に合わせるというか追いつくためのカードでもあります。まあデルバーデッキにとってはもうこれ本当にマスカン放送ウィルを全然切って問題ないというか、まあ、切らざるを得ないというか、そういったカードになってますね。でもちろん統率者の方でもですね、青いデッキっていうのはまあ1人ぐらいはいるでしょう。まあ統率者最強の色とも言われてますし、まあね適当に2マナ3マナ出るだけでもね、緑1マナのカードとしては毎ターンマナが出ると考えたんで、本当にねコスパのいいカードになってます。というわけで第9位は花の絨毯です。そして第8位はモダンホライゾン1からですね、デュポモミです。ニアミント1280円ということで、緑の神話レアですね。もともとは21なんですけど、1マナ張るとね、どんどんレベルアップしていきます。で、レベル3になると44になって、で、プロテクションインスタントということで、プッシュだったりとか、あとはルケの短きかなとなります。まあ、最近だとね、ちょっと虹色の主演が流行ってるので、それには効いてしまうんですが、それでもね、1マナ44っていうね、大きさになれるというところはかなり大きいかなと思います。で、レベル8まで上がると、66になってプロテクション全てということで、ミニ大阻止みたいな感じになりますね。このカードは、モダンだと、グルールムーンとか、あとトライバルズーなんかによく使われてますね。グルールムーンは、1度目の月で相手をね、土地をはめたりするデッキなんですが、結構ね、マナフラットしやすいデッキでもあります。で、そのね、余ったマナを、この呪詛のみのレベルアップに追い込むことで、こいつ自身、1マナのカードをフィニッシャーにすることができるといった感じの構成になってますね。あと結構デルバーデッキとかでもよく使われているのかな、ティミュール系の。まあ、最近はね、ラガバン禁止されたとはいえね、まだまだ青赤デルバンの方が強い印象はあるので、ティミュールよりも。まあ、最近は結構マイナーというか、まあ、レガシーでは結構マイナーなカードではあるんですけど、マナをね、結構潤沢に用意できるデッキだったら、そのね、マナフラットをカバーするために呪詛のみを使うっていうね、ことがよく行われています。はい、ということで第8位は呪詛のみでした。
続いて第7位です。第7位は、カラデシュから英語版感動的な眺望書ですね。ニアミント1580円になってます。このカードは、土地金3枚以下だったらアンタップで出るね2色ランドということで、まあ、対抗色がね、どれも人気なんですけれども、特にね青赤とこの、白赤が人気ですね。この2つは土地が少なくても回すことができるデッキが結構多くてですね、まあ、青赤だったらデルバーデッキもそうですし、青赤ストーンみたいなデッキも、まあ、土地3枚ぐらいで全然運用できるので、まあ、タップイン4枚以上になるとタップインっていうねデメリットがそんなに気にならないっていうところもあります。で白赤は特に今ねバーンデッキがめっちゃ強いので、それでよく使われている印象ですね。まあ、白赤のバーンデッキだったり、あと白赤カカみたいな赤のハイデッキでよく使われています。で最近本当にねバーンデッキかなり強力になってきてるんで、まあ、最近はね、死の影とか、あとはね結構ショックインでガン序盤から攻めていくデッキも多いんで、自分がねライフを減らしてくれるっていうねデッキが多いです。バーンデッキは結構流星しているってこともあって、このね白赤のファストラウンドかなり人気が集まっています。ということで第7位は感動的な眺望書でした。で第6位です。第6位は群れの希望アーリンですね。ニアミント販売価格は380円ということで、当初の値段に比べたらかなり落ち着いた値段だってしまったんですが、逆に言うと380円買ってもいいんじゃないですか。アーリン4万をね中性と読んで、まあ両面カード変身できるカードでプラス1で、次のあなたのターンまでクリーチャー呪文は瞬速持っていて、しかもプラス1カウンター乗って出てくると。でマイナスターンだと、緑の2の狼特攻に対しますよって感じです。で裏面になるとプラス2で、赤緑のマナーを加えて、でゼロマナーでこいつはね5速攻破壊不能のとあとトランプルか持つね、クリーチャーに変わるということなんですが、まあ、赤緑のデッキだとちょいちょいね見かけるカードがあるんですけど、最近だとねバードクラスかなでよく見かけるデッキですね。神川で伝説のねカードが多く出たんで、バードクラスがですねかなり流行ってですね、そのデッキにねこのアーリンも、刺されています。まあ、バードクラスの、レベル1になると伝説のクリーチャーがね、赤緑マナーがコスト軽くなるんで、アーリンが、ね、たった2万出すことができるというふうに変わってきます。さすがにこのカード2万出てきたらめちゃくちゃ強いんで、まあ、そういったシナジーもあるということで、まあ、現在ね注目されているカードでもあります。ということでね、よかったらそういったデッキ組みたい方はねこのアーリン買ってみてもいいんじゃないでしょうか。ということで第6位はブレード希望アーリンです。第5位です。第5位は、テロス観光機から死の国からの脱出ですね。ニアミント販売額は480円ですということでね、このカード出てすぐにねレガシーでは禁止になってしまったんですが、パイオニアかパイオニアでも禁止だったんですけど、モダンでもロータストームありますし、あとヴィンテージとかでもねそのねコンボの一つとして使われてます。で特に、活躍してるのはやっぱり統率者戦ですね。このカードとライオンの瞳ダイヤモンドとブレイフリーズがあると、それだけでね全部のデッキを回すことができて、墓地からまあある程度無限マナみたいな状態になって、で好きなだけね、カードを唱えることができるということになってますんで、まあ、そういったねコンボが逃走者では流行ってます。まあ、このカードなんで強いかって言うと、やっぱ死の国からの脱出自体が2マナで軽いってことと、あとこいつさえ通ってしまえばね墓地のカードが何でも唱えられるようになるんで、通った後のそのね相手の妨害すごいで強いんですよね。だから死の国からの脱出をね破壊しようとしても、じゃあ墓地からねカウンター打ちますとか対象を曲げますとか、あと夏の帳でケアしますとかね、そういったこともできたりするんで、やっぱね一回通ってしまうともうそれだけ勝ってしまうというところかね、カウンターさえね乗り越えてしまえばめちゃくちゃ強いコンボということで、特に競技統率者の方では人気のカードとなっています。というわけで第5位は死の国からの脱出でした。はい、続いて第4位です。第4位は、ユニカの夜明けから野生の魂アシャラですね。ニアミント580円ということで、5万のねクリーチャーで、こいつのパワーダフネスは自分がコントロールしている土地の数に等しいと、自分がコントロールして遠くでないクリーチャーは他にタイプに加えて、土地になるとか森になるというね効果を持っています。まあ、このカードね本当に緑ねコンボ製造機みたいな、カードですね。まあ、クリーチャーをアンタップさせるとなんか無限になんかいろいろガチャガチャできるようなねコンボに、ね、すごい適していて、土地をアンタップする能力でクリーチャーアンタップできるようになるんで、例えばクリオンレンジャーとかで、クリオンレンジャーが自身森を戻してクリーチャー行ってアンタップするっていうカードなんですけど、クリオンレンジャー自身もこのねアシャの効果で、森になるんで、クリオンレンジャー戻してで2マナ以上出るね、マナクリーチャーを起こしてマナ出すと、でさらにまたクリオンレンジャー出すと一旦に1回という制限がリセットされますんで、またクリオンレンジャー戻してさっきマナ出したマナクリーチャーをアンタップしてもう一回マナ出してまたクリオンレンジャー出してってやるとね簡単に無限マナになります。あとはアルゴスのコロとかですね、アルゴスのコロとあと他にねクリーチャー1体いればアルゴスのコロとそいつだけでねなんかこうアンタップしまくれるんで、自分もねアルゴスのコロの2枚ね土地をアンタップする効果でね自分自身アルゴスのコロも対象に取れますんで、でどんどんずっと永遠級にアンタップすることができるみたいな、それで簡単に無限マナに行くっていうねコンボがありますね。まあ、アシャヤ自身を逃走者にしてもいいし、アシャヤ自身をデッキ組み込んでコンファーストして使うこともできるってことでね、結構汎用性が高いカードなんですが、今のところね508円ということで結構僕の中ではまだまだね安いカードかなと思います。ということでね今のうちに買っておくのもいいんじゃないでしょうか。ということで第4位は野生の魂アシャヤでした。はい、続いて第3位です。第3位は、フォーゴトンレイブの探訪からレンジャークラスですね。英語版ニアミント880円となっています。まあ、こちらはね本当にスタンダードミドタンでねよく使われていたカードというか、
2万のエンチャントで出た時にね22の狼トークン出すのと、あとはレベル2でね攻撃したクリーチャー1体対象としてプラス1カウンター乗っけると。でレベル3、4万の払うと自分のねデッキトップを見てもいいですよと。でそのねデッキトップがクリーチャーだったらデッキトップからクリーチャーとなることができるっていうねアドバンテージ得る能力を持っています。本当にずっとね登場時からミドタンでずっと使われてきたんですけど、最近はねもうミドタンだけじゃなくて本当に赤緑とか白緑ナヤカラーみたいな本当にね白赤緑系のまあ、どれかね色が入った、まあ、2色以上の、緑のねビルド団にかなり入っている印象ですね。あとエンチャントレスとかでも、まあ、こいつねエンチャントなんで、まあ、こいつを出して、あとなんかミチコのね真理の支配とかで強化してぶん殴るみたいなこともできますし、ほんとねなんかエンチャントレスはなんかトランプルとか自分で自身のサイズを上げることができるカードが多かったりとか、そういうのでねほんとに突破力がでかいんで、このレンジャークラスをね存分に活かせるねデッキかなと思います。まあ、結構前までは1500円くらいしてたんですけど、今ね880円まで落ち着いてるってことで、まあ今買うにはねちょうどいいんじゃないかなと思います。でこのレンジャークラスなんですけど、なんでこの880円まで値段が下がったか、まあ今これまではね1500円までくらいまで知ったと思うんですけど、なんで880円まで、ね、値段が下がったかっていうと、4月に発売されてる、チャレンジャーデッキにね主力が決まっているっていうところもあります。まあ、とはいってもね発売まで時間がありますし、今すぐね緑系のデッキを組みたいって方がね、おすすめのカードかなと思います。というわけで第3位はレンジャークラスでした。はい、続いて注目カード第2位です。第2位は、インストラドシンクのちぎりから笑わずのソリですね、ニアミント1080円ということで、4番で抽選で4プラス1でライブラリの1枚のカードを見て、そのカードを手札に加えてもよいと。でそれを選んだらそのマナコスト分だけ自分はライフを、減らしますよと。でマイナス2で23の飛行反抗を持つトークンを生成します。でマイナス7で、どっか好きな対象にソリまで13点ダメージ与えて自分は13点ライフを得るというカードになってますけれども、まあ、このカードもねオルゾフ系のデッキでよく使われているかな。オルゾフビートダウンみたいなデッキでよくねアドバンテージを得られますし、トークで、ね、追加戦力も加えられるということで結構人気のカードになっているのかなと思います。で元々はね2000円ぐらいしたカードなんですが、現在1080まで落ち着いているということで結構買いやすくなっているのかなと思います。あとはね4月にチャレンジャーデッキ出るんで、そのねラクドス吸血鬼っていうねデッキがねそのチャレンジャーデッキに含まれているんですけど、そこにはですねこのワラーズのソリンデッキに入ってないので、そういったねラクドス吸血鬼にこのワラーズのソリンをね追加で入れるみたいな追加パーツとして買ってみてもいいのかなと思います。というわけで第2位は笑わずのソリンでした。はい、そして注目カード第1位こちらです。カッパの宝珠です。はい、というわけで今回統率者デッキに入っていたカッパの宝珠、いやーめちゃくちゃ人気なんですが、今回なんとニアミント4580円ということでめちゃくちゃ安くないと思ってなんかねそうやって8000円くらいで買い取りしてる店舗とかあったんですけど、なんと今回ニアミント4580円ということで週間販売枚数も74点ね、みんなめちゃくちゃ集めてますけど、在庫まだ45点あるんで、ぜひね、この機会逃さずに買ってほしいなと思うんですが、まあ、能力としては6マナ44で即席という効果を持っていて、まあ、アーティファクトを1つアップすることでそれをね1マナ分としてこいつのマナの支払いに当てることができますよという効果を持っていて、さらに5砲4でアーティファクトが出るたびにこいつにプラス1カウンターが乗っていきますよと。でしかもこのターンなぜかブロックされなくなるっていうねわけわかんない効果持ってます。これブロックされなくなるのマジで意味わかんなくないしかもこれアーティファクトが戦場に出た時なんですけど、こいつ自身もアーティファクトだからこいつ出るでアーティファクトが出たねって言って勝手に5-5になるんですよね。だから自動的に5-5なんですよこいつ。44って書いてあるんですけど本当は5-5です。マジでわけわかんないカードですね。はい、で今だとエイドキャストみたいなレガシーのねアーティファクトを中心としたアワタのデッキでよく使われていますね。あのデッキ本当にアーティファクトどっちとオパルのモックス、スリルの花びら、あとはガラクタ、あとミシュラのガラクタと、ウルドのガラクタが4枚ずつ入ってるんですけど、それをバーって並べることによって、まあ1ターン目2ターン目とかね、まあ2ターン目ぐらいかな出るのは、2ターン目ぐらいにこいつのカップが出てきて、あとはもうわけわかんないことするみたいな、ことになってますね。本当に、強力なカードですね。まあ、除去するにもね、誤報が強いんですよね。こいつなんで誤報なんだろう、マジで。なんでこいつさ、除去耐性持ってるのみたいな。持ってなくてよくない実際さ、もう、だって44でアーティファクト出るだけでそれ成長して、しかもブロックされないって能力持ってるのになぜか除去耐性を持ってるということで、そうプロットとねなぜかねプラスで4マナかかってしまいますよと、はい、いうことですね。でしかももともとこいつがねマナコストが6マナって思いでプッシュみたいな軽い除去も効かないでね、こいつ自身はね1マナとか2マナぐらいのね実質1マナ2マナ出てくるってことで、いや本当にねやばいカードです , 笑いしか出てこんみたいな。はい、ですが現在ね4580円とめちゃくちゃ安いんで、ぜひね買ってみてください。もうこれはねほんとね、まあ、言うことなしかな、マジ強いっすブロックされないのマジで意味わかんないの。はい、ということでですね、まあ1位はもうカッパの宝珠です。もうダントツですね。まずこの今回のセール見てまずこいつを取り上げようと思いました。それぐらいもう圧倒的1位がこのカッパの宝珠でした。はい、ぜひね買ってみてください。はい、というわけで今回はハレルヤミド店オープン記念セール、やってきましたが、いかがでしたでしょうか。3月9日水曜日10時前のセールとなっておりますので、ぜひねご購入ご検討よろしくお願いいたします。というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピーお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。
最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。